大量のピラニアに襲われたらチャンネル登録高評価よろしくね。チャンネル登録高評価ありがとね。ごきげんよう、トップドです。今回のゲームはアニマルレボルトバトルシミュレーター。見てください、このねぐるぐる迷路作りました。いろんな生き物をね設置してあるんだけど、どこまで進めるかゲームをやっていこうと思います。ちなみに一番最後にいるのはドラゴンだね。果たして全て倒せるでしょうか。じゃあ最初の挑戦者としてゴリラの王王でやっていきたいと思います。頑張るぞー。さあゴリラの王王が動き出した。最初の一人、おっと人間吹き飛ばした。ゴリラのバカ力からやばいね。さだへ、ムキムキ人間も吹き飛ばしていった。さあ、どんどんね、人間たちを吹き飛ばしていくね。やっぱ暴れん坊ゴリラと、あ、でも戦ってるぞ。あ、でもやられてしまったか。ちょっとでもゴリラの体力減ったね。緑のゲージがね、これ体力なんだけどね。ちょっとずつ減っています。さあ、ゴリラの王、どこまで、おお、めちゃめちゃ飛ぶね。あ、一応これ落下ダメージとかもあんのかな。落下で食らってたりするね。おっとゴリラ体力はもう半分以上減っている。矢が突き刺さってんね。さあここから骸骨、地獄のねキャラが設置しております。全て倒せるでしょうか。あ、骸骨になりたー。地獄のキャラ骸骨案外強かったね。ゴリラのおおここまでよく頑張った。さあ、初めての挑戦者、ゴリラの王はね、まあ、ここまで進みました。まだまだいっぱいいたね。まあ、人間はね、全部倒せたって感じかな。さあ、続いての挑戦者は、モササウルスでやっていこうと思います。最近このゲームでね、追加されたキャラなんだけどね。陸上に現れたモササウルス、恐ろしいね。この空をね、泳ぎながら戦うんで。よーし、行くぞー。そっ、おー、一口で食らいついたー。うわぁ、音が、やばすぎるねー。人間たちを食らいついています。陸上に現れたモササウルス、恐ろしいなー。モササウルスに襲われたら、こんな目に遭うんだねー。うおー、マイケル今までありがとう。さあ人間たちが次々やれていってます。うわ迫力あるな食いっぷりが。さあ地獄系のキャラ来ました。倒せるか。さあゴーレム、ゴーレムは硬いよ。おっとここでさすがに勢いが止まったね。じゃあちょっとこの辺から体力をね表示していきましょう。モササウルス全然食らってなかった。さあこのゴーレムを倒せるかな。おっとこっちの方まで暴れてる。すごい勢いだ。さあ、ゴーレムを倒したということで、ここから再開していこうと思います。さあ、今度は地獄系のキャラ、鬼だね。さあ、鬼 VS モササウルス。激しいバトルだ。鬼でも耐えるね。見てください。顔面くらいつかれています。さすがの鬼もね、これは痛いじゃ済まないよ。でも鬼粘るね。そう、鬼の体力ももうわずかだね。果たして倒せるでしょうか。でもギリギリを粘るね。おっと、ここでまだ生きてるか。お、完全に倒したね。さあ、おっと、こっちまで来てしまった。一旦ここで指示しよう。よし。指示すれば、こうやってね、向かうんで。次はね、まあ、こっから爬虫類系だね。一撃。さあ、ワニも一撃。基本一撃で倒してくれ。さあ、ティタノボア。来ました、モササウルス VS ティタノボア。耐えるよ、ティタノボアは。空中戦だ。でもさすがに耐えてくね。モササウルスなら、そうめんのように食べるかと思ったけど、意外と粘っています。さあ、でも、残り体力わずか、ティタノボアを、倒しました。オッケー。で、そっからね、ちょっとね、戦っちゃってんだけど、一旦こっちに戻そう。いいよ。
さてあれなんだなんだなんか引っかかってないか。おっとフィールドが壊されてく。よしこっちだ。なんか顔どうした。モササウルスねじ曲がってんね。あ元に戻ったかな。よし、じゃあついでだからこいつを戦っていきましょう。さあまあ余裕で倒したね。さあモササウルスの体力もまだ全然あります。さあここで中くらいサイズのワニとのバトル、激しいな。すごい荒ぶっている。見てください。うわーうわ、これ食らいつき合ってんね。恐ろしい戦いだ。お互い食べようとしてる。これが大自然で行われる戦いか。アマゾンのジャングルで生まれなくてよかった。おっと別のとこに向かってしまいました。さあこの辺でじゃあ戦わせていきましょう。さあこっから2対1。草食恐竜だからねめちゃくちゃ体力あると思うんだよね。トリケラトプス、おっとここでやられてしまいました。次の獲物はステゴサルス。おっとあっさりやられたね。じゃあすぐに指示してこっちのね道に元に戻していきましょう。さあここは爬虫類最強生物巨大ワニだね。さあ巨大ワニ VS モササウルス。これどうだ。モササウルスもね体力半分くらいになってきたね。さあすごい生きのいいこの2匹。おっと尻尾を食らいつかい合ってる。仲いいなあ。じゃれてるみたいだね。巨大ワニの体力も減ってきています。さて頑張ってほしいな巨大ワニー。どんまい。さあ次はでしょう。虫系だね。虫系は一口一撃で食らいついてる。見てください。うわー虫汁が飛んでる。恐ろしい戦いだ。モササイルスにとってはカッパエビセンみたいなもんだからね虫は。さてこいつはまあ、ちょっとサソリは食いづらいね形的に。おっとまたそれてしまいました。じゃあこっちの道に戻していきましょう。さあクワガタも一噛み美味しそうに食うね。さあ巨大カマキリはどうだ。巨大カマキリはねボス級の強さだから耐えるね。全然硬いぞ。おっとカマキリ意外と強いね。確かにこの鎌で引き裂かれたら痛い痛すまなそうだね。さて、カマキリをもうでももうちょいだね。倒しました。おっと、ここでちっちゃい恐竜が食らいついてる。おっと、なんかぐるぐる回り始めたね。おっと、ちっちゃい恐竜吹き飛ばした。さあ、元の位置に戻りました。でモササウルスの体力ももうわずかだね。さあ、一匹ずつ食らいついています。恐ろしいな、やっぱ食らいつき方が。さあ、ここでちっちゃい恐竜も来ました。おっと、捕らえた。捕らえたらもう一撃だね。さて、ヌーも、うおぉ。すごい血祭りだ。さあ、イノシシ、モサウス。ここで、やられてしまいました。なんと最後に倒したのは、イノシシでした。イノシシやるね。瀕死のモササウルスを倒しました。いやすげえ暴れてんね。ま、モササウルスの記録、ここまで進みました。それでは最後はね、ハギワギ VS、このゲームすべての生き物でやっていこうと思います。さあ、始まりました。ハギワギ、すべて倒せるでしょうか。うわぁ生き物大戦争だね、もう生き物を怒らせたらね、こんな目に遭うからね。みんな、生き物は大切にしましょう。さあ、見てください。激しいバトルだ。ハギーワギー。まだ生きてます。粘るね、ハギーワギー。さあ、でも半分くらいは倒してきたかな？倒すスピードも速いね。さすがはハギーワギー。こんな強いハギーワギーと友達になりたいね。
さあ、おお、死体の山を蹴り飛ばす。残り敵は一体かな。最後の人間を蹴り飛ばした。ということで、この勝負、ハギーハギーが勝ちました。カメラにやってきたね。またね、高評価がたくさんあればね、次回もぐるぐる迷路でどこまで倒せるかっていうのをね、やっていこうと思います。それでは、じゃあね。